万歳。ありがとうございます。再選を果たしたのは無所属で現職の西脇隆俊さんです。10日に投開票が行われた京都府知事選挙では、共産党が推薦する新人の梶川健さんとの一騎打ちになり、現職の西脇さんが自民、公明、立憲民主、国民民主の与野党4党から推薦を受けて、幅広い支持を集め、2回目の当選を果たしました。コロナから皆様の命と健康を守り、京都の未来のために働く、全力、全身全霊で京都府政を推進していく。今回の投票率は 37.58% で、前回の選挙より 2.41 ポイント上回りました。